盛り上がってるかーい。本当に盛り上がってるかーい。オケオケ、それで私の熱い思い、聞いてください。本編、始まるよ。よし、始めましょう。いやこれ、これ美味しすぎるっしょこれ。なんかやべえ、キスでも入ってんじゃないのこの蜂蜜。ユートピアいけるでこれ。鼻から決めてみっかな。ルーさんルーさん、大変だ。大変なことが起こったぞ。ほんとだ。下半身ないやんお前。いやそれは素材の都合上そうなってるだけだから。下半身だけ出荷されたんか？ルーさん話聞いてた。息子をということで冒頭から息子を失いましたが元気にやっていきましょう。前パートは私の大学あるあるにて終わりましてその続きです。相変わらず気持ちの悪い操作すんなお前。もうちょっと安定させることはできないものかね。ほーい。安定させろとは言ってねえんだよバカが。バカっていう方がシカなんですよサナエさん。馬どこ行ったんだよ。いいかループ。バカって感じは馬さんとシカさんがいて成り立つんだ。わかる？キジと猿がいて鬼退治が成り立つ？犬どこ行ったんだよ犬。山田くん座布団スパーキン。そう思うわけだよ。ってお前さらっと化け物スルーしとるやん。まあそういうスタンスなんで。なんやそのクソみたいなスタンス。化け物とかもうどうでもいい。とにかく愛はクリアを目指すのみなんや。うわあ、これはもう罪申したね。いやまだ諦めるわけにはいかない。きっとこのままバックしていけば隠しルートが存在する。息子をひどい。一体誰がこんなことを。お前だよ。画面の前の方全員お前っていうぐらいお前が殺してたよ。さよなら。財布がねえ。住まいもねえ。おまけに明日への希望がねえ。おらそんな歌詞やだ。じゃねえよ実況しろ実況。なんですかそれ。マジかこいつ。しっかりしてくれループ。あれだよバトルの状況とかを言うんだよ。カマキリと戦ってるよ。小学生以下か。なんかもっと他にあるだろ。回るだけじゃなくちゃんと止まって攻撃を当てるのも大切ですとかさ。そうだそうだ。お前に言ってんだよ。サナエさん。なんだよ。回るだけじゃなく止まって攻撃を当てるのも大切だと思いませんか？それさっき私が言ったやつ。びっくりしたわ。もろパクリでびっくりしたわ。普通ちょっとずらさない？男性上司のカツラをですか？ちげえよ。クビになるわ。てかめっちゃボケるなお前。今回鬼のようにボケるな。ボケないと死ぬんです。儚い命だな。儚い命？そうは言ってない。あれ？ここどこだ？おはようございます、サナエさん。随分長いこと気絶してましたね。ああ、あの後捕まったんか私たち。そのようですよ。眉でくるまれてるせいで動けませんしなかなか絶望的な状況です。リキッドを出てからそこそこ時間経ってますし行方不明扱いになってなければいいんですけどね。うん。他の奴らまで巻き込みたくねえからな。しかし、どうしたものか。おそらく餌のストックとしてこうして捕らえられたのでしょうし早いとこ逃げ出さ。あのサループ、ちょっと一ついいかな。はい、なんでしょう。お前動けるやん。え？じゃねえよびっくりだわ。さも自分も動けないかのように話してるの恐怖だわ。てかなんなの？私が寝てるとこずっと見てたの？もう、やだなサナエさんったら。見てたに決まってるじゃないですか。はよ助けろや。全体像はおそらくこんな感じと思われます。丸い頭に、二つの光る目、そして光る口、その頭部からはタコのように、いくつもの触手らしきものが伸びています。一見タコ不行きと近い生き物のようですが、実際は異なります。大きく異なるのは光る目玉です。タコ不行きが目玉そのものを光らせるのに対して、スカイスクリーマーは、あくまでも内部から光が漏れ出ているだけの印象。への字型の口らしきそれも同様。つまりこれはただの穴に過ぎないのです。内部の強烈なエネルギーが、光となって穴から解き放たれている。というわけ、この光は、真っ暗い部屋を真っ白に照らすぐらい強烈だそうです。さて、ここで皆さんに一言、タコ不行きってなんだよ。乗ってしまった時点で、ドアは完全に閉ざされ下車できなくなる。交通量の多い都市圏の駅から駅に走り、ラッシュアワーを狙って大量の人間を取り込み、気持ちお腹いっぱいになると口を閉じる。口を閉じると何が始まる？知らんのか、消化活動が始まる。おほ、それは大変ですな。頑張ってくだせよ。いやあなた今人ごとじゃないからね。しかし、どうもおかしいその速度。そして滴り始める消化液。キウイジュースや、消化液ですレイムさん。そこの鬼畜間、先頭行ってブレーキをバコーンやってこいや。お任せくださいマーシー。しかし残念、内部の照明も釣り革も、そして肝心のブレーキさえも、あくまでも偽物、トレインイーターの肉でできたダミーに過ぎません。気づいた時には時すでに遅し、消化液で内部が満たされてしまいます。ありがとうレイム、君のことは忘れないよ。骨になったんだよな君は。実際はそんなこともなく、とある方法で餌を取り込んでいます。かかって今回オラ、おい、おいかかって今回こら。そもそも、先ほど申し上げたように動きが遅いゲート氏、シャオラかかって今回、一見捕食に使えそうな触手も、実は攻撃性能を備えていません。マリサ先輩どうします？こいつ一回ぶっ破確定だと思うんすけど、ドキュンかお前は。いいえ、マリサのハートにズキュンです。その言葉にキュンです。ではー。ギリギリセーフですわ。バリバリアウトだろ。この蚊取り線香は一体どこで発見されたと思います？ヒントはち、で始まってば、で終わる千葉県です。わかった、メキシコだ。大正解、そう、千葉県ですね。そっちか、引っ掛けられたわ。ふむ、お互いにとっても、良くない感じか。マリちゃん、頭からバナナシェイクの匂いするよ。自然由来の、フエユヤンスやで。オッケー？商品化して売りさばこう。てめえこの野郎、結局謎は深まるばかりなのじゃった。めちゃくちゃ顔が熱いです。霊夢地、空間の劣悪さ、理解してくれたかな？現在進行
行形で味わってますよ。ウィキドット版を除いて、パイプが危険。現在進行形で味わってますねー。探索が長引くほどパイプは密度を増し、大やけどどころか、蒸し上がるマイボディ。焦げつきそうだぜ、みこっちマイフェイス。そんな中、正解の扉を見つけるなんて、ひどすぎるよこんな状況。こっちのセリフなんですわそいつ。しかも、脅威は空間だけじゃない。後藤か、液体洗剤の後藤か、そう、敵対存在のことにも触れねば、最近の動画なかなか終わんないねー。疲れても打てるやんって、これは一体どこで見つかって、どういった目的で使われるんですの？まず発見場所は東京都の、某、駅土産コーナー。そう、マリちゃんのお家がある場所だね。駅構内には住んでないんだよな私。いや、君は間違いなく住んでいるよ。どうしてそんな固くななんでしょうかあなた様は。で、この、あのマラスアイテムなんだけど、実家が東京にある職員から大人気。理由は、もうお分かりよね、バナナ城。お尻と脇がムズムズするから。だよな。全然違いますね。はい、この巨大が人間の事案を財団が認知、もろもろの捜査でパラシオスにたどり着き、彼の倉庫から無事発見という流れです。ちなみに倉庫は見つかったが本人は不在、彼の行方を知る者はいない。そして私が誕生する霊夢ちゃんだったのか。